はい、じゃあお願いします。ちょっとちょっと聞き忘れちゃったんですけど、実際学年の中で国際療法士第一志望って多分何割ぐらいとか大体イメージつきます？第一は少ないです。あ、第一少ない。再受験の方は差し上げます。あ、それ大事。どう、その太郎と再受の割合多いっす。本当に多いっす。めっちゃ多いです。で、再受験の方に関してはかなり特色ある方が多いです。30代の人は5人ぐらい。それぐらい社会人を上がり経験者もかなりいる。そういう方々は奨学金使ったりとか自分で貯めたお金、貯めたお金ですもん。そのところかなり優秀な方が多いですよね。例えばそういう人って東大卒とかね、まあ、慶応卒とか多いですよね。そういう方もいらっしゃるんですよ。へえ。ちなみに例えば個人特定できない範囲でどういうキャリアの人を聞いたことあります？東大文に出て、はい、とか東大理に出てとか。文にがいるの？文にもいらっしゃいますね。そうですね。あとは本当にコンサル、コンサルめちゃくちゃ世界最大のエリートの方がダブルライセンス取りに来られてる方多いんです。ちなみにダブルっていうのは何？5人が1人。あー、なるほどね。マジそんな人いいの？あとは中卒でジャズをニューヨークからサンゼルスで勉強しに行って、中卒でこっちに帰ってきて入った人。高卒まで取ってるから。そういう人もだから本当に国際職入れたからっすよ。国際職どころの騒ぎじゃないよ。職業職職職業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 。あ、そうだ、面接がさ、すごいっていう話。そう、本当にそうです。面接についてちょっと教えてもらっていいですか？そうです。僕は一応英語面接ってことで。あ、英語面接があるんだよね。英語で同じ内容なのかわかんないけど全部英語で面接なんだ。正確に言うと全部じゃないです。試験官が3人、うん、で、その人1人が全部英語で喋る。あ、で日本語の方もいる。そうですね、はい、全部英語ってわけじゃない。はいはい。時間がすげえ長いって聞いたんですよ。日本一長い。日本一長い。ちなみに何分？1時間合計1時間1時間やばっ。30分限定です。うわー、それ3対1みたいの2回に来るやつ。そうです、3対1に来る、はい、うわー。じゃあ前半の3対1は英語で含めて何を聞かれました？そうですね、前半はいわゆる医学部の面接で一般的な、医師志望理由であったり本校志望理由であったり、まあ、そういう自己 PR 的なところが多いです。そうにしても30分も喋るのあります？終わってみたら、終わってみたら早くて、しかもその結構こちらから一方的にっていうよりはもう投げかけフランクな、フランクな感じで話してくれるはくれますね。確かにね、はい、また緊張感ながら喋るとさ時間がマジ圧縮されちゃってさ。そうです、はい、やばいよね本当に。あ、フル回転じゃん。さっき彼が対話っていう感じですよね。俺喋ってどうぞ覚えた言葉っていう感じより結構こっちが困ったら投げかけたりとか問い変えたりとか結構そこら辺の融通が効きますよね。声聞き方悪かったねみたいな感じで。それ後半の面接は、後半に関して自治問題ですね。自治問題、最近気になった医療ニュースはであったり好きな本はであったり、まあ、そこら辺の話が多いですね。それはテーマを向こうから与えるんじゃなくてこっちから選んでいいんだ。いや、向こうからです。あ、なるほど。あ、じゃあ不正ニュースは出ちゃう、うん、から選ぶ。気になるニュースはって言って、あ、そうです。気になるニュースは形式もあるし、マイクスの方から話題を聞いてる。それさ、周りの受験生聞いてて統一されてた？結構バラバラ聞いてましたね。尊敬する人物はとかでそこからの発生とかいろいろ話が繋がってたりするので、入り口がただ固定されてる何個かのレパートリーがあるだけで、あとはもう自由会話みたいな、自由トークっていう感じだと思います。ちなみに何を見られてると思いました？最後ですごいなんか質問的に困ったのは、今後医師になった後に世界に飛びたいのか、あるいは地方に出さしたいのか。そこに行くかよ。本当に困りました。都会級選択じゃないんだみたいな。そうそうそう、はい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 、国際だけに世界に行くと言っとかないといけない。なるほど。だから成田空港に行くか成田市にいるかみたいな。そうそうそう、全部成田じゃねえかみたいな。都心は何かなみたいなね。なるほどね。もう京成線は遮断されてるという。そうそうですね。まあけどだってそういうコンセプトだもんね、国際留学士はね。だからそれはちなみに何て答えたんですか？一旦若いうちで
出る気ある間に海外に行って実績を積んでから、おじいちゃんになったら地方で面接っていうことやりました。まあいい答えだよね、きっとね、その終了というか。そうですね、はい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 。けどやっぱりそこの楽風に合ってない人っていうのはやっぱりね、その違うなっていう話になっちゃうと思うんだよね。向こうからその面接点としては評価はあんまり高くないけど、やっぱりそこはまあ向こうの学校の雰囲気だったりとかはやっぱちゃんと先読みして話さなきゃいけないわけで、そうですね、恐らく。あと面接では最近聞きたいっていう、一応攻めには売り出しては言ったよね。まあけどみんなそうしてるよね、絶対ね。まあそれはどこの医学部受験もそうだ、間違いないよね。その大学ので学風に合わせた発言をね、多少はするけれども、まあ実際ね、その最終的な選択はバラバラだし、そんなのね、面接、まあ何時間面接やろうとそれは判断できないので、練習の時にはやっぱりしていかない。いや僕もしました。した。僕とか一応もともと国立志望だったら全然面接とか今まで、はい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 、やってこなかったから。なおさら。でもぶちゃくちゃ対策ガチガチにするっていうよりは本当に自分の素出して素直に答えればいいのかなっていうのは思いますね。実際さ入ってみるとやっぱコミュ力高い人多い。高いよ。本当にコミュ力高いですし、人間性もすごい本当に面白い人ばっかりで、喋れる人ばっかりですな。なるほどね。じゃあもう喋る相手には困んねえみたいな感じだね。本当に生徒には本当になんか仲間には恵まれてるなっていうのでキャラもバラバラだし、そう面白いよね。面白い。じゃあ面接で配点ちゃんと決まってる？いや一応点数として何点が決まってない。決まってないんだ。あじゃあ筆記はちゃんと出てる。そうですね。出てますけど。それなりにかなり重視はしてますね。まあ本当。タワイさん聞くと結構サイコパスみたいな方もいらっしゃるっていうのをお聞きするので、一応うちの学年見てる限りサイコパスいない。あいない。一番でもぐらいです。それでももうだって髪型もだってね、完全にサイコパスだもんね。絶対 YouTuber でしょ。絶対 YouTuber だよね。髪型とかあんま指摘はされない、別に若いうちは。まあそうですね。実習とかの時が、あと特色があるのが、医療面接にすごい重点を置いてて、年に1回、一般市民の方に広報かけて、一般市民と医療面接を練習するんです。ちょっと待って、今からやってんの？はい、それ軽くもう僕たち、軽くは全然問診できちゃうみたいな。一応、はい。だから手術を聞いて、どうされましたかって、それをもう少し。診察も教えないじゃん、軽くやる。じゃあ、オスキーも今からやってんの？オスキーみたいな感じで。やばっ！マジで？すげえ！いや、てかね、俺そっちの方が正しいと思うよ。あれはすごいモチベーションになる。いや、だってね、モチベーションになるじゃん、やっぱりさ。あとは別にね、診断は本当にしちゃいけないけど、相談に乗れるじゃん、身内とかのさ。ね、そう、診察したりとかね。他の大学とかって、4年になるんじゃないから、自分が何が来るのかよく分かんなくなるんだよね。それは本当に千葉大生さんの知り合いの方から話聞いてると、2年生まで本当にその医学系の勉強しないから、そうですね、なんか医学部に来た実感がなくて、モチベーション落ちてもやる気なくなるって方が結構いるらしくて、そうだ、そう、みんなそう。なんか僕たち本当に1年生の段階から臨床勉強して、それ身体審査とか医療面接させていただけるんで、それはすごい実感湧いて、勉強できます。それ絶対ね、千葉はね、正直2、3年生ぐらいで、ね、宝の持ち腐れが起きるんだよ。めちゃめちゃみんな頭いいはずなのに、することないから、もうなんかゲームやるしかないとか、ガやるしかないとか、でも全然ね、なんか何したらいいか分かんなくなって、意味不明にボケたりとか、意味もなくボケ受けたりとか、英検受けたりとか、なんか関係受けたりとか、わけわかんなくなっちゃう。だから、やることなすぎて、だから、それが絶対いいと思うよ。だから、医学部もね、やっぱ多分こうなっていくべきだとは思う、正直。すごい多分それ理にかなったというか、モチベが切れないとかというか、ある意味きついカリキュラムになったと思うんだけど、あとは問題はどうでした？小論あったっけ？小論もあります。小論はどんな感じでした？1年2年、まあ、今年のは知らないですけど、僕たちの大学はいるから、少子化問題についてっていうのを聞かれて、その前に関してはめちゃくちゃ難しかったですね。貿易摩擦とトランプ政権の、ああ、それ出てたね、過去ね、はい、それ見て、やべえって思ったけど、だって、初号はあんま関係ないんですけど、面接でも聞かれますし、そうなんだ、一応やってる的な感じで、じゃあ、そんな初号対策、ビビりすぎてもあんまり見ないから、そうですね、ないので、やってたから、やってたから、僕の心力で、なんか、確かに、それはすごい、保証されてる、いや、まだね、初号 B だったかもしれない。
じゃないですか。そうそうそう。またね、英語面接でガンとね、ま、ラダー方式で。そうか。じゃあやっぱり明示がされてない面接点っていうのは絶対にでかいっていうことだね。そうですね。見られてますね。うん、だから結局さ、見られてるか見られてないかって、まあ、さっきも言った通り、学生を見ればわかるじゃん。絶対ね、まあ、一定の割合でその喋らないやつ、コミュ障みたいなっていうだろうけど。それは本当に一人もいないです。あのなんか僕たち英語の授業でそのプレゼントが出されるんですけど、うんうんうん、普通恥ずかしがりの人って人前に出たりもじもじしてるじゃないですか。何言ったりか分かんないみたいな。その人がいないよね。私は、まあ、確かに普通にそれが普通なんで。あ、じゃあそう選別されてるね。多分本当にコミュ障っていうのがいないそうです感じます。なんか他の意外。絶対圧倒的に。あだからいい感じの学力でコミュ力あるやつがバラバラっちゃうっていう。そうだよね。そうだよ ね。国立受かったら国立行くでしょって大学だからね、一応ね。まず、あ、首都圏の国立だからね。そうですね。多分筑波でも筑波行くかなって感じだよね、多分ね。地域レベルとしてあんま変わんないもんね。群馬とどうか。群馬と悩む。群馬とちょうど悩むだろうね。秋田とか蹴ってる子いる、ね、秋田は蹴るだろうね。お金にだってそこまでね、すごい切迫感がなければ多分国際抑止の方がいいやんっていう人が絶対いるよね。順天とかもそう、国体とかだったら順天蹴ってきてる子とかもいます。国体打ちやすいんだもんね。国体めちゃくちゃ安いです。いくらいくらなんですか。450円とか6年。いや、それでキープしなきゃいけない。あ、そうっす。でも学内順位は本当になんか何番以上っていうのを取り付けたり。50番とか50番以内。そうっす。ゆるくね。いや、どうでしょう、まあ、僕らが言えることじゃない。僕らは実に50番以下なのでそれは言えないですけど。言えないですけど、まあ、確かに。いや、でも多分高井さんと比べてめちゃくちゃ真面目な率は高いです。本当は。あー、コミュ力高いし真面目って最強やないかい。高井さんにとっては入らないかも。まあ、そのメイク出ちゃうからね。実際特待の人いるよ、深くていますね。そうですね。数人ぐらいかなりトップ層で入学して、その後、そのラインじゃなくてもうちょっと遊んでていいというか、なんかね、50位ぐらいに入ってれば一応。そうですね、まあ、実際その特待で入ってる人はこの、そうです、そう、ずっとキープしてますね、やっぱ上を。さあ、留学生が20人、留学生はもともとその時点で、あ、そうそうそう、国のトップなんで。そうなんですよ。あ、マジ。そういう人たちがもう上、先生の人もらえる。マジ。え、日本人勝てない。だって一期生のテスト勉強面白いですよ。留学生が日本語で医学の勉強、日本の生徒に教えてます。そこは開くんですよ。東南アジアとかのクソエリートが、はい、そうです。え、日本語で気持ちいいです。お前ら分かってるよかったら俺も教えてやるよね。そう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 。でもその子たちは英語で理解して日本語に置き換えて、そうそう、俺らも日本語の勉強になるからやってあげるよみたいな。そうそうそう。もう日本終わりましたね。でも勝てないね。